みかん、いいね、お仕事お仕事みかん、もうみんなお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、いいねこれ、朝コメント読んでる時もこの子は見えてる。完全に沼った？イエーイ。今日は、あずはそう、海で泳いでたらサメに食べられちゃった。このありさまでそのまま家帰ってきました。いい感じ、気持ちいいです。似合うじゃないよ、似合うじゃないよ。でもね、違う、あのね、今日そう、ハロウィンコスプレ絶対いない、絶対こんな人いない。でもなんか違う、本当はね、可愛いね猫ちゃんとかねやろうと思ってたの、さっきまで。本当にで、ちょっと遅れたんだけど、本当にちょっと前までしようと思ってたんだけど、ちょっとなんか猫ちゃん似合わないなって思って、あのサメにしてみました。そう、サメなら似合うと思った。似合ってるでしょ、もうほぼこれアズの体の一部。そう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 、ちょっと喋りにくいけど、あの口あんま動かせないのがちょっとこの子の難点なんですけど、冷めないです。うまい、うまいこと言ってる方がいるアズはサメでもみんなはアズに冷めないでだってうまっ、うまいっす。シャーク、ふぅーふぅーらしいです。ハッピーハロウィンです。ハッピーハロウィン。ハッピーハロウィン。ピーハロウィン。アズの中のシャーク。シャーク。通常運転です。今日も通常運転でやらせていただいてます。ちょっと痒くなってきた、痒くなる、これ。
もね、あ、バッグあっちに置いちゃった。あ、キャメルさん、あ、I'm ready です。でも今日はね、ちょっとしかしないです。明日の練習するから、このサメをかぶったまま。今日は11時半か15、あ、だって30分ちょっとやろうかなって思ってた。かぶったまま、なんか喋ろう、なんかコメントない、かゆい、全身コーデ、全然ね、全然普通のコーデないよ、ちょっと緩め。なんか病人みたいじゃない、ちょっとわず。これもあったんだけど、これもね、でもなんかね、変だった。絶対ねサメの方がいいの。そう、あのさ、喋れない、お笑い担当じゃないです。クマありがとう。それもつける、そういうこと、こういうこと、見えないじゃん、目が見えなくて。目なくなっちゃった、目みたいになっちゃってるから、鈴が。サメ好きな、これはね、めっちゃね、めっちゃ前にユニバーサルスタジオジャパンにいた時、めっちゃ前ではないか、めっちゃ前か、めっちゃ前の時、家族で行った時かなに買ったサメ。これをセレクトしました。上手、上手です。そうそう、上手上手上手。ユニバーサルめっちゃ前にね、めっちゃ前に家族で行きました。季節は冬に行きました。めっちゃ寒かった、記憶あんま記憶ないけど。ユニバーサル、でもその時はさ、全然なくて、フライングダイナソーとかなかったのね、まだハリーポッターぐらいしか記憶ないです。そう、あったかい、あったかいの、そう、これあったかいよ、首とか守れるし、顔風来ないし、めっちゃいい。これみんなあるのかな、今買いな、これいいよ、喋りにくいけど、ちょっと一緒にこれも動いちゃう、喋ると。記憶ないぐらい前、そうそうそう、うんうん、やっぱ暑い、あ、喋りやす、めっちゃ喋りやすい、口自由、口自由、あごし、なんかね、顎塞がれると喋る気失せる。今めっちゃ喋りたくなった。なんか動くからちょっとね、めんどくさいって
思ってたけど、あのいい感じ。そう、猫耳頭ぺったんこになっちゃった頭ぺったんこになっちゃったよ。猫耳はねダメなんだよね、全然違うよね。なんかいや、白、黒のやつがあればよかったんだけど、なんか白しかなかったから、白になった。あのさっき首のやつもあったんだけど、どっか行っちゃった。サメの方がいい？みんなどっちの方がいい？そう、白似合わないんだよね多分。黒があったら黒が良かったなって思ったけど、そうないの。サメがアズっぽい、ほらだよね。サメにするか、サメにするか。さすがさ、あ、ヤギもあるよどっかにヤギっていうか小ヤギみたいなやつもあった、どっか。そうでもね、それはちょっとどこ行っちゃったんだよね。あ、来た、この感じ、この感じね。はいはい、トゥルルントゥルルントゥルルルトゥルドゥルドゥントゥルルントゥルルン。襲うわ、みんなを。そうなの、美味しくないので食べたい。シャメ会でこれやったら絶対誰も来ないんだけど絶対誰も来ないんだけど、来てくれるの？お菓子あげる、お菓子もらった、今日クッキー、美味しそうないいクッキーいただきました。あとはハロウィンのフラペチーノも飲みました。ハロウィンのフラペチーノ、そう、あの甘いやつ、なんとかってやつ名前全然忘れたけど、もういただきました。あ、めっちゃ甘かった。初めて飲んだ、ギリギリのやつ、ギリギリ飲めました。白いやつ、そう、白となんかメラメラみたいな、メラメ、あ、そうそう、メラメーラ、それ飲みました今日、赤と青、美味しかったです、甘くて。今日、そう、今日がラスト、そうですね、ハロウィンの期間限定のやつですよね。次からは変わります。パチパチしなかった。え、したするの、あれ、パチパチしなかった。美味しかったです。でもカプチ、え、何の味、あれ結局何の味ですか、あれ。あ、甘かったです。何の味なのか、あずもなんだろうなって思いながら食べてた。ね、何の味なんでしょうか。
も、え、そうなの、え、全然そんな味しなかった、本当に、あ、そうなんだ、え、本当に、そう、ミルク感めっちゃ強かった、ミルクのマジで、あのバニラ、バニラんなのかな、めっちゃね、そうそうそうだった、美味しかったです。でもそうなんですよ、そうでも美味しかった、今日ね飲めてよかった、ももちゃんと飲みましたよ、いともも、ちゃんと、飲みました、2日連続ももちゃんといた、あずちゃん、あずきちゃんって呼んでくれてます、昨日から。今日顔が幼いね、これだからかな、食べられてるからね。でも今日ね呼ばれ、あ、でもね、そう呼んでくれた、八木さんってずっと呼ばれてたんだよね、一昨日まで。でも八木さん、八木さんって呼ばないでよって言ったら、言って、あずきちゃんって呼んでほしいって言ったら、えって言われて、絶対呼んでねって言ったら、わかりましたって言ってくれた。ももちゃん、うん、年上だから、そうそう、あずより年上よって言って、あずきちゃんって呼んでほしいって言った。いい、いい、わかりましたって言ってくれた。そう、そうなんですよ、だってさ、年上、年上よ、あずよりそれはね、呼んでいいです、呼んでほしいですって思って。でも八木さんは硬いよね、ちょっと下の名前で呼ばれたかった。そう、あずきさんでもあずきちゃんでも八木さんはちょっとねって思ってヤギちゃんはマネージャーさんとか、まあみんな大人の方々みんなヤギちゃんって呼んでますねヤギちゃんって。そうなんですよ。なんかちゃん呼び、確かにヤギちゃんはね、ヤギちゃんはね、全然あずきさん、あずきちゃんさんできそう、ダメです、ダメです、あずきちゃんさん、よくない、よくないよ。わい、あずはあずきね、わかる、あずでもね、あずきって本当に人生においてあんまり、なんかね、あずね、木の役目をあんまり果たしてないんですよね、この生まれて19年、なんか本当にアズってしか呼ばれなくて、お友達にも家族にも、もう木ってどこ行ったって感じなぐらい、アズキの木を
バイバイしてたんですけどそうなんかでも AKB に入って結構あずき使うようになりましたねそう自分ってあずきだったんだって実感します。なんか日常だと本当にあずがあずすぎて木の存在忘れてたんですけど、なんか AKB 入って木の存在に気づきました。そう、木大切にしますね。小さい頃から自分の、そうずっとあず呼び、自分のことずっとあず。デスクもありがとう。クマ。そうなんですよ。ご両親もそうだよ。家族みんなあずあずあず。お兄ちゃんもあず。もう本当におばあちゃんもみんなどこ行ってもあずです。本当にみんなあずなんだよね。家族とか。あっちゃんとか。あっちゃんかあずしか呼ばれたことないです。おばあちゃんも結構あっちゃんって呼びがち。おばあちゃんはあっちゃんって呼びますね。うん、確かに丸々木ってそういうイメージ。確かにね、みんなキーなくなっちゃうんだ。なんでだろうね。担任の先生、担任の先生は名前呼ばなくない？あんま、ヤギさんじゃない。ヤギさんでした。かわよ。かわよ。かわよ。ありがとう。ね、漢字難しいよね。愛につき。あず好きだけど自分の漢字好きになりました。今日も可愛いコケピさん、ありがとう。ありがとうございます。サメから顔出てます。そうなんですね、今は丸飲みにされる前です。首長いからに似合うとかある？あるのこれ。首見えなくない？そう絶対絶命、そう絶対絶命の中配信してますね。やっぱハロウィンだしみんなに会いたいなって思って、あの絶対絶命の中配信してますイエーイ。そうこの後食べられる。そう命がけで今配信しております。アイドルの鏡やっと。あずも今日で最後か。あずも悲しい。みんなとお別れだ。命がけで。で配信しちゃいます。
ね、明日11月、明日どうしようかな。明日11月だね。明日はね、夜ご飯何食べようかな。やっぱ痒くなってきた。ポッキーの日、あ、ポッキーの11月11日だよね、ポッキーの日。確かにポッキーの日懐かしいな。いいね。明日寿司の、そうなの？だからお父さんお寿司なんか言ってたんだ。お寿司がなんとかなんとかってさっき。なんで、あ、でもあーず北海道でお寿司食べてきたのか、うーんとかなんか言ってて、なんでお寿司って思ってたけど、そういうこと？明日お寿司の日だったの？ね、お寿司食べたいの？じゃめ、でも混んでそう、どこも。そしたらそうなんだ、知らなかったね、知らなかった。好きなお寿司サーモン、絶対サーモン。明日お寿司見します。お、いいね、いいね、いいね。サーモンが大好き。サーモンしか勝たん。いっぱいあんじゃん。いや、まあそうだよね。なんか毎日さ、何々の日ってあるもんね。それは被ることもあるよね。いっぱい出てくる。トッポの日。サーモン好き、みんな好き。サーモン人気、よかった。サーモン人気者。でもサーモン大好き、大好き。誕生日以外でアズの日ね、作って。なんかある？でも11月そうだよね、いいなんとかの日っていうのが多いの。全部なんとかの日だ。カッパ巻き、カッパ巻きは好きだけどね。きゅうりめっちゃ好きだよ、美味しい。いい風呂の日、へえ、いいね、それ。毎月1はあずの日らしい。お、素敵。じゃあ明日アズの日でいいってこと？やったー。いいアズの日、いいアズの日。じゃあ11月は毎日アズの日、いいアズの日。アズの日って何するのね、何するんだろうね、何するんだろう。笑ってる、みんな笑って。アズの日、アズの日みんな笑顔でいてくれ、ニコって、いい日になる。そしたら上手。
めっちゃ頑張って泳いでます今。めっちゃいい、めっちゃ頑張ってるでしょ今。高速、高速泳いでみました今。今実は泳いでたんですよ。あんま画面越しじゃ伝わんないかもしれないけど、今結構ね 2.2 キロぐらい泳いでました今一瞬、その一瞬で。頑張ってた。やばい、こんなすごいくだらない配信になった今日。ありがとう、付き合ってくれてみんな。このあずの上手だけにジョークを付き合ってくれてありがとう。もうそれもやばいね。あれタワーありがとう、上手だけにジョーク。ボリリンさん、クマ、ハロウィンクマありがとう、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 クマ。あし、え、すごい、ありがとう、クマもいっぱい。それ上手にだけそう、上手にまとめて、上手だけに上手にまとめ、やばい、いっぱいできる。キャバイ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 。そんなかしないでちゃんと見てよ。ポップな音楽です。そう、感じでした。じゃあ、スクショタイム、スクショタイム。前髪おもうおかしくなっちゃった。はあ、はあ、ということでランキングを読んでいきたいと思います。ハロウィンのランキング、ハロウィンか今日。あんま、まあ、でも上手になれたからいいや、満足。ハロウィン、いきますね。よいしょ、上手見れたから満足。本当にやった。13位、はやりんごさん、ありが上手。
そして12位青い豆腐さん、ありが上手。そして11位さえさん、ありが上手。で、あれあれ変わっちゃった。どこから、もう一回読むか、もう一回読むね。13位としひでさん、ありが上手。そして12位ブルーさん、ありが上手。で11位こよさん、ありが上手。そして10位あずにハートに抜かれたジラチン、ありが上手。そして9位まえちゃん、ありが上手。ちょっと恥ずかしくなってきたな、ありが上手。そして8位しゅうえもんさん、ありが上手。そして7位さんぞうさん、ありが上手。で6位パンさん、ありが上手。そして5位鳥さん、ありが上手。そして4位マッコブさん、ありが上手。そして3位シオンさん、ありが上手。あー、そしてあボロボロだ。2位ボリディンさん、ありが上手。タワーもありが上手。そして1位アズイのアズマニオスターナオリンゴさん、ありがとう。ありがとうございました、みんな。ありがとうございました、ありがとう。ありがとうでした。それではみんないい夢を見てね。それではバイバイ。バイバイ。